私が、ま、進学について思ってたことは、将来大人になった時に、筒がなく仕事ができればいいやぐらいに過ごしてた高校時代だったんですが、3年の就職を決める、進学を決める時に、担任の先生が、杉本は理数が下手だから文系に行けっていうような文系だなみたいなことを言いましたね。で、確かにその通りなんですよ。私理数弱くてね。でも人に人生決められたくないなと思いまして、だったら理科系行きますと言って、先生がお前やめろって、 って言ったんだけど、理科家に行かせてもらいまして、大学受かることができまして、理工学部ですんでね、製造業の方に行こうというような、そういうような道筋が来ました。そして4年がね、経ちまして、私、就職の時期に来るんですけども、ただその頃も、えー、自分が何をしたいという自分探しがまだ終わってなかったので、会社生活がどういうものかというのもイメージないままに、会社選びしてました。で、その中でたまたま、えー、時計会社、えー、ここいいなというところがあって、えー、ちょっと会社、 見に行ったところ、いきなり面接になりましてね、で、当時の社長が直接面接していただいて、お話聞いたら非常にこう人柄のあふれる方で、とても人数も規模の大きい会社ではあったんですけども、非常に家族感を感じるような、下積みを感じるので、そこに就職させていただきました。私はその会社に入りまして、ある時ですね、えー 構造化プログラミングというそのものの発想の仕方を教えてくれる方と一緒に仕事をすることになりまして、ただ単にコンピューターのプログラミングを組むんではなくて、仕事がどうなっているのかというのをこう,うまく分類して、その仕事に合ったような形でプログラムのロジックを考えていくんだというそういうような考え方を教わりましたね。それが実は面白くてハマりまして、やってるうちに社内のいろんなその仕事を良くする話とか、システムを作る話とか、そういうところにこう引っ張っていただけるようになりました。 で、それが最初、えー、自分の家の、えー、自動計測システムを作るというプロジェクトに入れてもらったのが振り出しだったんですが、最終的には成功グループをまとめるシステムを作るんだよというところの、えー、リーダーをさせていただいたりというような形で広がっていきました。その考え方というのは非常に今私の礎になっているところだと思います。 私どもの会社プルーブというのは、まあ社名にも入ってるんですけど、プロセスバリューエンジニアリングという、そういうあの手法をですね、私が経験から体系づけたものを持って、お客様の企業の プロセス、仕事のやり方ですね。どういうふうに仕事をやっているのか。そこの価値を高める。ということで、プロセスバリューなんですね。で、どういうことかというと、いや、そういうことやってると無駄が多いですよね、とか、こういうのやってると、こんなアイディアが出てくるような仕事のやり方になるんじゃないですか、とか、そういったようなことを、えー、アドバイス差し上げて、で、実際にその仕事のやり方を見直していくという、そういう仕事です。私どもは過去、何十社とやってきた経験事例から、 お客様はこういういいところありますよ。こういうでも欠点ありますよっていうのを問題点として提示してあげて。で、そこをじゃあこういうふうに解決していきませんかっていうアイデアを差し上げて。で、じゃあそれによっては場合によってはこういうコンピュータシステムがあった方がいいですねとか。えー、もしくは今お使いのコンピュータシステムを逆にこういうふうに使い方に変えませんかというような、いわゆるシステム屋さんというようなところにも近いようなこともやる会社です。 で、私どものこうやってる会社まあ、よくコンサルティング会社って言うんですが、世の中のコンサルティング会社というのは、本当にアドバイスに徹している会社が多くてですね、提案書だけ出して、そこでおしまい。でその 提案書が実現できないのはお客様の努力が足りないからですっていう結論に行く企業さんが多くてですね、アドバイスしたことをちゃんと形になるところまでお手伝いして終わるという、そういうことを目指した会社をやってます。私どもの会社はその現場の方たちの気持ちを理解するということを非常に重視してましてね。 で、現場の方たちの気持ちを分かるというのも、実は二つありまして、一つはその専門性に基づいて、現場の方たちの仕事が理解できるかどうかということと、あと、本当に現場の方たちが私たちにと、どう思っているかというのを分かるという、そこの二つなんですね。現場の方たちが、いや、外注さんに仕事を頼むんだけどうまくいかないんですよ、というような話をしたときに、 仕事を知らないコンサルタントの方たちが白板に書いた時に、害虫って病害の害に虫って書くんですね。害虫さん。でも、外に注文するで害虫さんっていうのが業界では言うんだけど、その仕事を知らないがため、そんな間違いを平気でする。ということで、お客さんにとってみれば、自分たちの仕事を分かってくれないじゃないかという思いが伝わらないのが一つです。あともう一つ別の意味でお客さんの気持ちを組まなきゃいけないのは、 お客さんにとって私どもが行くことは余計なことなんですよね。特に会社を何とかしたいと思う方はいいんですけども、そこで、ね、巻き込まれる現場の方は、例えば物を売りたいんだ、商品を作りたいんだっていう仕事に関して僕らが行って、今どうやってんですかとかここ問題じゃないですかって声かけるのは、時間を煩わされるわけです。ですから、なるべく、 現場の方たちの、実際に仕事されている方たちの邪魔をしない、時間を取らないということが、彼らの気持ちを分かる、まず一つの表れなんですね。ですから私どもは、なるべく1を聞いて10を知るということができるぐらい専門性の知識を勉強して、なおかつ相手の気持ちを組むような努力をするようにしています。8年ですかね、あの、プルーブという会社を作ってたったんですが、やはりそのお客様の笑顔と出会える、 仕事を終わった後の達成感って言いますかね。えー、あなたたちは本当に違ったよって言っていただけるのが非常に嬉しいので、そういう仕事をもっと増やしていきたい。もっと皆さんと関わっていきたいと思ってます。ただそのためには残念ながら、えー、知名度がまだまだ足りないので、なるべくこう皆さんに知っていただいて、で、私どもが、こう皆さんのお手伝いをできるようなね、機会を増やしていきたいなと思ってます。で、で、その時にお手伝いするときにですね、あの、 今、どんどん、その、高齢化が進んで、あの、専門スキルを持った方たちが、日本からだんだん減ってきてるんですね。その方たちに、え、こういうコンサルティングの手法を覚えていただいて、その培ったスキルを今度、次の次世代の若者たちにも、こう、引き継いでいけるような、そういうような仕事ができたらなと思ってましてね。そのために、このプロセスバリエンジニアリングっていうのは、コンサルティングの手法をわかりやすくまとめたものですから、過去いろんな会社でね、経験を持って、そこの、え、能力、 経験を持たれた方に、ぜひ我々のこのやり方を覚えてもらって、それを日本の次世代の若者たちに引き継ぐような、そういうような会社になっていけたらなと思っています。やっぱりその、事業なり、 企業なりってのは継続することが大事だと思いましてね。そうしたときに私がここでこういうプロセスバルエンジニアリングというものの考え方をして、いろんな企業さんとこういろんな経験を積んでいく事例を作っていくというようなことが随分増えてきたんですけど、将来もっともっと重ねて、それがこの研究材料としてなるような、で、どうしたら企業がもっと長続きしてね、皆さん幸せな企業に発展していくのかというようなヒントを提供できるようなね。 そういう実績を詰めたらな、と思うんですが。はい。よろしいでしょうかね。そういうような、まあ個人的な夢といえばね、夢かもしれないし、えー、単なる理想論かもしれないんですけども、経験とかやり方、でそこで得た、その喜び、えー、そういうのが受け継いでいって、で、できれば僕らの活動が世の中に役立つような。 データになればと思いますちょっとね、夢が大きいかもしれないですけどもえ、形がないものですけども、それをじゃあ今度どうしたら形にしていくのかな、どうしたら形できるのかなっていう、今度旅を続け、ね、始めていかなきゃいけないのかもしれないですね。